メアリー・ダグラス・グラスプールメアリー・ダグラス・グラスプールは、米国聖公会ロサンゼルス教区の補佐主教。アングリカン・コミニオン発の主教暗示を受けた、公然の女性同性愛者である。グラスプールは1954年2月23日に、ニューヨークのスタテンアイランド病院で、ラクラス・マレー・グラスプールとアンディ・キンソンの間に生まれた。同年にグラスプール一家は、ニューヨークの五線に、 引っ越し、父親はセイ・ジェームズ教会で1989年に死ぬまでレクターを務めた。グラスプールは1976年にマサチューセッツ州ケンブリッジのエピスコーパルディビニティスクールに入学した。彼女は1981年6月に出自、1982年3月に被災の暗視を受けた。1981年にグラスプールは フィラデルフィア、チェストナッツヒルにあるセイポール教会のレクターのアシスタントとなり、1984年までその役職を務めた。彼女は1984年から1992年まで、ボストンのセールーク、セイマーガレット教会のレクターを務め、そして1992年から2001年まで、アナポリスのセイマーガレット教会のレクターを務めた。 2001年には主教に使える司祭としてメリーランド教区に召喚された。2009年12月4日、カリフォルニア州リバーサイドでのロサンゼルス教区115回目の会議の7回目の投票でグラスプールは補佐主教として選出された。2010年3月17日、管轄する主教オフィスは選挙が必要な同意を受けたと認めた。その後、 2010年5月15日にカリフォルニア州のロングビーチで主教暗示を受けた。グラスプールは聖公会で主教に選出された17人目の女性であり、初の公然のレズビアンである。聖公会での同性愛主教の議論が進んでいる状態にある中で、その任命は全世界の注目を受けている。ありがとうございます。